ラスクじゃないんだけどな。エゴサしてたら、あ、これ寝坊のためにあるんだっていうのあって、おい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 って思って、で誰が寝坊するために仮面つけとるんじゃって。まだね、一回しか寝坊してない、まだ大丈夫。もう一回やったら本当に謝罪。怒られたくないよ、みんなに怒られたくない、飼育員さんたちが怖い顔するの見たくない。頑張ります。あのすごいね、絶対絶対みんなこんなやつ押したくないと思っただろうなと思って、あのチャンネル登録者数もツイッターフォロワー数も見ないようにしてたんです。このさ、ガムダクロイとかいう女クソじゃねーわらみたいな感じになってると思って、すごい怖くて見れなくて、でそしたらね、マネちゃんから通話来て、クロイさんすごいですよって言われて、何がですかって言ったら、やっちゃいましたねって言われて、坂本また怒られると思って、また怒られるんだ、なんかやっちゃったんだって思ったらね、あのチャンネル登録30万人いってますよみたいな、えどういうこと、待って、坂本がですかとか言って、めちゃくちゃ確認取った。全然信用しなくて、いやこういう嘘は言わないですよって言われて、いやそういう嘘以外は言うんかーいって、普段からねふざけるねタイプのマネちゃんだから信用してなかったんだけど、ガチだった。坂本、配信タグとツイッター欄入れないのでござるか、配信画面にってきて、どういうこと、I'm out of